はるいさん、こんにちは。あかんです。ということで、今日はですね、皆さん、この対決ルカ持ってますでしょうかこの子はですね、1600万利用者突破綺麗のガチャで出るわけであるんですけども、ま、あそのガチャがですね、一昨日ぐくらいから復活したじゃないですか。しかも、毎日一回無料で引けるっていうことでね、当てた方も結構多いと思うんです。で、もう皆さん、このキャラを当てた人はマジで勝ち組です。で、まあ、このキャラって使う上でちょっと難しい点っていうのがあるんですよ。それが何かっていうと、まあ、この子の性能による話なんですけども、これね、あの、スタミナ消費減少の効果量に応じて 特技レベルが上昇しみたいなねこれは書いてるんですけどこれねあのー、普通に戦ってるだけじゃダメなんですよこれギアの厳選っていうのをしなければならないんですねでこれあのー スタミナ消費マイナス20%であればレベル160%やったらレベル210%だったらレベル3っていうことでまぁ、あ、これがどんどん上がっていくことによってですねパラメータが上がったりだとか玉の速さが上がったりだとかあと SS の軌道が上がるんですねレベル1やったら普通に速い球でレベル2やったら超速い球でレベル3やったらオンザラインショットになるっていうことであの普通にあのギア厳選戦型速い超速い球まではいけるんですけどもオンザラインには変わらないんですよオンザラインに変わらなかったらルカミラーで全然勝てないっていう状況になりますのでぜひね靴に関してはあの厳選してほしいってい といいうことにななってるわけなんで、すよで、ま、あこの子単体でどんだけスタミナ消費をカットできるかっていうと、合計でね90、90%までカットできます。なので、ま、あ他の要因でですね、マイナス20%していかないとダメなんですね。で、ま、あ一番簡単なのは、この子のリーダースキルがスタミナ消費マイナス10%やから、ま、あリーダーにしてくかつ、ま、あ靴のね、オートスキル。で、マイナス10%であったり15、15%であったり、そういうのをつけていただくか、もう5%でもついとったら、あのー、これなんですよ。このエンブレムでスタミナ消費をマイナス10%すること こともできまして誰でも持ってるようなね最上階に行っていればスタミナ消費マイナス5%っていうエンブレムもありますのでまぁぜひこれでねスタミナ消費とかをカットしていただくのがいいんかなと思いますただまあいろんな厳選方法っていうのがあってまぁ、あ、この子が苦手なキャラってねあのー、基本的にはあれなんですよ 空中ギミックであったりとか、地面ギミックで攻めてくる系のキャラが苦手なんですよ。例えば、新春春であったり、まあ、新春,春はね、割と勝てたりはするんやけれども、剣勢とか結構きついですね。で、まあ、ニオ王は、あの、最近いけるようになったっていうのと、まあ、エミリアとクリスマスミュエっていう感じですね。まあ、エミリアとクリスマスミュエと剣聖は絶対無理っていうような感じになっております。まあ、それ相手によりますよ。全然勝てる相手はいますけど、まあ、結構、あの、同じぐらいの PS だった多分こっちの方が不利なんじゃないかなっていうような印象になっております。で、まあ、あの、前までですね、この対決ルカの対策キャラっていうのはニ王とされていたんですけれども、今回ですね、 新しいスロットスキルが追加されたことによってですね、あの、ある特定の靴を履かせるだけでですね、もうあの、対策することができるんですよ。その上、ね、スロットスキルは何かって言いますと、スロットスキルさんのボレーで返球時に一部を除く状態以上吐き抜きを回復するっていうことでね、ボレーするだけで吐き抜きがなくなるんですよ。なのでもう全然、全然ってことはないんやけども、まあ、普通にあのこ、こっ 同等ぐらいの有利さかなになることができるんで PS にねじ伏せることができるっていうのと、スロットスキル1にですね、毒無効ってやつがありますので、これでファルファラも対策できるんで、ぜひね、スロットスキル1はこれつけていただくと、ま、あこれじゃなくてもいいねんけど、他のキャラで対策できるなんっていいねんけど、俺の場合は全員ルカで言ってあげたいっていう派なんで、僕はこれつけてるっていう感じにはなります。で、他にはですね、エミリアが結構苦手やったりするんですけど、エミリアの対策には、こういう感じで、と、あのー、スロットスキル3にですね、凍結無効ってやつがあるので、ま、あエミリアを他のキャラで対策できないって方は、これをつけていただく のもいいですしまあ、あの、もしくはね、こういうね、めちゃめちゃスタミナ消費をカットしていくっていう靴。まあ、これにしますと、まあ、スタミナ消費マイナス6%で、スロットスキル2にね、僕5打球するとスタミナ消費マイナス10%ってやつつけていえば、するんですけれども、これね、一番下のスタミナ消費マイナス10%ってやつがいいです。なんでかというと、これ5打球1で0はマイナス10%で、っていうのを実現できるからなんですよ。ただ、ギアスタルールにも制限があって、僕はここまでしか厳選できなかったんで、これがついてるっていう感じ。で、スロットスキル3にもスピードタイプのスタミナ消費マイナス15%っていうことで、2回目の SS でオンザラ を打てるようになるんですよ。もうあの2回目のエスだいたいってね普通の靴やったら普通の靴ってか普通に先ほど僕が紹介したこのねあの赤のの靴とかやったらあの3回目の SS にやっと音ざになるっていう形なんですけどこれが2回目で音ざ打てるってことでもういきなり得点力をあの発揮することができてもうルカミラやったらめちゃめちゃ有利になるっていう感じなんですよ。よただ他のキャラに対策できないので他にキャラを入れなければいけないよっていう点もあるんでまあそれはおのどのね自分の持ってるキャラと相談していただけたらなと思います。であとラケットに関してなんですけどもラケットも厳選してほしいんですね。ラケット もう絶対にヘリオブライトです他のあのー、ラケットはやめた方がいいですねなんでかで って言うと、もうほんまにこれを持たせることによって得点力っていうのが段違いに上がるわけなんですよ。で、スロットスキルに関してなんですけども、スロットスキル1はポイント開始時1秒間、S、SA ズゲー自動蓄積。これの方が強いと思います。ま、あ一応ね、あの、普通の方もあるわけじゃないですか。SA 増オールプラス7%ってやつもあるんですけども、これどっちつけてもいいけど、俺はポイント開始時の方がいいっていう結論に至りました。ま、あそれについてはですね、前に動画出してますよ。そちら見てください。ほんまに、あの、時と場合によるんでね。ただ僕の場合は、あの、ポイント開始時の方が、えっ、ー、と、得するっていう結果になっております。 で、スロットスキル3についてなんですけども、ヘリオブライトいっぱい持ってる方は、あの、こっちじゃなくて、先ほど僕が持たしてた方ですね。こちらの灼熱属性のキャラは、s s 増加ルプラス25%で、以降であっても s s 増加ルプラス10%ってやつにしてください。まあ、これで行くとですね、ずっと SS をループさせることができるんですよ。ただ、あの、あんまりヘリオブライト持ってないっていう方はですね、3ポイント取るまで s 増加ルプラス25%にした方がいいんじゃないかなと思います。まあ、それがなんでかって言いますと、なんでかって言いますと、ってか、普通にヘリオブライトの数が少なかったらさ、 他のキャラにも持たせたい場合に持たせられないじゃないですか。灼熱属性って限定しとったらね。だからこちらをつけていくと。ただ、これの場合やったらね、最後の方、ループあまりしなくなってしまうので、そこはデメリットなんで、まあ、もしかしたら2ポイントゆかり製造からをプラス20%の方でもいいかもしれないです。ただ、まあ、この子の場合って、初めからいっぱいラリーすることによってスタミナ醤油をどんどんカットできるっていう能力なんで、こういう感じにね、4打球ごとにスタミナ醤油前10%っていうのを付与するっていう形になっているのでですね、僕的には初手から使っていくから3ポイントの方がおすすめかなっていう感じになってるわけなんですね。で、まあ なのでまあ僕はですねこのヘリオブライトに灼熱属性のえーっと。 な衛製増加のプラス25%、かつ、ポイント開始1秒間自動蓄積のやつをつけていて、かつ赤色のやつですね。ま、あこれは賞味何色でもいいんやけど、ま、あ一応赤色の方がステータスは高いからこっちの方がおすすめっていう感じ。で、シューズに関しては僕が普段履かしてるのはこっちですね。毒無効で、かつ、だからそれでファルファラを対策して、ボレーで返球時、えっ、ー、と、吐き抜きを回復するっていうことで、えっ、ー、と、赤の王、赤の王じゃないわ。えっ、ー、と、二王を対策して、かつエンブレムもこれじゃなくてね、これスタミナ消費マイナスントまでいけるってやつなんですけども、僕の場合はこの赤の王のエンブレムを使っております。なんでかっていうと、 まあこれああの吐き抜き抜がここれれもうう効かなないいっていう能力なんですよこれあの逆境自分が負けてる時であれば吐き抜きであったりスランプ未了、ミリオ、判定弱体、返球ちにボールを打ち上げる効果っていうのを回復してワンポイントか無効化するということで、まあ、結構ゼロキス相手にもルカあのだるかったりするんですよ。けどまあそういう相手に対してもですねこのエンブレムを持っていることによって勝つことができるんでね僕は結構これねおすすめしているっていう感じになっているわけなんですね。でえー、っとなんでこれねあのクズでも吐き抜き無効化してるじゃないかな。んででエンブレムま 正直ね、ボレーに行くって、しょ、あのー、結構厳しいんですよ。吐き抜きある状態でボレー行こうと思ったら、早いとか遅いで返してしまうと、打ち上げでそっからスマッシュボーンって打たれる可能性があるんで、ま、ああの、できればこっちの方が、あのー、戦いやすくはなります。ただ、スタミナ消費が足りないっていう場合であれば、さっきのね、スタミナ消費マイナス10%とか5%のやつを付けていただくのが、まあ、無難なんじゃないかなと思います。 で、まあ、動画の始めにも言った通りですね、この子ってのはいろんなキャラに勝てるんですよ。もうこの子ってね、スタミナ緑色でさえあれば、ノックバック感かから、ミカサも怖くないし、しかも打球の着弾点が見えるっていうことで、ノックバックかへん、着弾点見えへんってなったら、カレフラを対策できるんですよ。なので、初手のカレフラが全く怖くなると。で、フランに関しても、クリスマスフランってさ、s s をできて、こっちが一回でも失点したらさ、もうループなんかもう絶対できんって状況になる,わなるわけじゃないですか。本来特殊状態が切れるっていう感じにはなるんですけども、この子で特殊状態切れても問題ないんですよ。なんでかっていうと、 得意レベルを上げてると急速がアップしているんですねまあこれがあることによってですねもう普通に特殊状態みたいな感じになってるわけなんですよでしかもこの子 SS 打ったらスライスドロップ封印することができるのでまあ相手シルビアラケット持っとったらあれやねんけどまあ結構耐久してずっとね耐え続けたらあの何、ー、相手がシルビアラケットの効果って20秒間2回打てるだけだからそれを耐えきればですねもうこっちが有利っていう状況になるのでまあ たまにね、あの、シルビアラケット持たしたエレノアであったりだとか、ま、あエレノアとか全然勝てるんやけども、あの、徳川であったりとか、ま、あ徳川も勝てるかあっちも分からんけど。なんかそういうね、めんどくさいからとかも全然勝てるんですよ。ずっと耐えることができたらね。なので、ま、あこのスライスドロップ封印によって、ま、いっぱい死んだキャラがいるんですよ。サナダであったり。ま、サナダもね、あの、ブレスオブラーを持たしとったいくかったんですけども、ま、あそれ下方シュできたんで、まあ、それも怖くなくなったっていう感じですし、ま、あソアラも普通にね、あの、スライスドロップ封印をすればですね、まっすぐしか来ないからずっと後ろでさ。 あっちは飛燕でしか打たれんけど、こっちはオンザラインショットを打てるからね。しかもヘリオブライトやからあえて取ることなんかできへんっていう感じになってるから、まあそういう点でも結構強いとで今からですねこの子のあの編成について、あのー、話していきたいなと思います。このバス、あの初めにも言ったんですけれども、空中型ギミックであったり、地面型ギミック。あとは普通に障害物ギミックこういうので攻められると弱いんですよ。なので、そういうのに勝てるキャラを仲間に入れることによって、あの勝率を上げることができるんですよ。でまも苦手なキャラって、例えば先ほども言った通り、ファルファラであったりとか信州春,春であったり。剣 生二王エで、まぁ、クリスマスミュウェじに関してね、俺勝ち方があんまわからないんで、それに関してちょっと教えてほしいぐらいなんですけども、僕の場合はクリスマスミュウェ持ってるんで、クリスマスミュウェが来たらクリスマスミュウェで戦うであったりやとかね、リルテッドで捕まえたりとかしてます。はい。なので、まぁ、あ、そういう戦い方をするっていうのは結構いいですし、エミリアに関しては凍結向こうの靴を誰かに持たして戦うであったりとか、普通に空中地面向こうのキャラだ、クラウディアとかで戦うっていうのも一つの提案と。で、ニ王に関してはき抜き向こうのあの靴とエンブレムで戦うっていうのもありやし、 あとは普通にね、あの、匂う対決、匂う対決じゃあニオうの対策キャラを入れていく。だから、ゼロキスとかも割と勝てるんですよ。だから、ゼロキスであったりとか、あ、誰で勝てるんか、誰で勝ったらいいんかわからないんけど、別にまあ、匂う持ってるんやと匂うミラーで挑んでもいいわけじゃないですか。あの、ルカの靴をこのスタミナ商品めちゃめちゃ上げて、ルカミラーは確実に勝つマンになったらいいだけの話なんで、まあ、あの、それ、そういう戦い方もありですし、まあ、県聖に関しては、あれ、空中地面どっちでも攻めてくるんですけども、まあ、ゼロキスとかゲオルグやったら割といけるっていう話ではあるから、まあ、ゲオルグってさ、あの、五回ぐらい 試合出たらまああの SS 打った回数と出動回数の合計が合理になったらですね打球号が向効あるからケンセのジャストの時のあのヘビーフラットショットも打ち上げずに戦えてしかも地面ギミック向効っていうのもあるからまああの何軍勢に押し飛ばされることもないとだからまあゲオ力結構いいっていうのとゼロキスは男相手に空中地面向効っていうのがつくんでそれでもね対策できるんでゼロキスも割とありだただまあゼロキスの場合は打球号が向効がないんで結構ねあの p.s. が若干いるから。ただ、まあ、あの、ボレー加速とかついてるから、正直あの、ボレーガン詰めで頑張って戦って、まあ、初めの方にも、まあ、早いめに、あのー、殺してしまうっていう戦い方をすれば割と勝てるんで、これも結構ありかなと思います。で、まあ、新春春に関してなんですけども、新春,春ってね、なんか前、前、あの、なんて言うのかな。 コートを三分割した時の前と一個目と前のさ、一個目と二個目の間ぐらいのところね、ちょうどね、移動しない部分っていうのが存在するんですよ。そこに立っていればですね、もうあの動かないっていうことになるんで、そこでずっとあのスライスでイモっといて、ほんでオンザラインエッセスでルカでドーンって行けば行けたりもするっていうのと、ま、普通にクラウディア入れて空中地面向こうをつけることによって、まあ、あの全然ね、誰でも勝てる状況にするっていうのもありなんで、ま、それは皆さんのね、手持ちのキャラとかに合わせて編成っていうのは決めていただけたらなと思います。マジでルカさえ持っていればどうとでもなる マジであの、靴、だって靴ロスロットスキルでさ、毒無効であったりとか、喪月無効、あと吐き抜き無効って、これらをつけることによって、もう、ルカの苦手なキャラっていうのをほとんど対策することができるのでですね、もうあのー、なんて言うんですか、もう、ルカさえ持ってったら勝ち組っていう感じなんで、もうここまできあの、ルカ持ってなくてここまで聞いてるって方はいないとは思うんですけれども、ま、ああの、ルカ持ってない方はですね、ぜひ、この毎日一回無料のガチャでね、あの、当てていただけたらなと思いますということで、まあ、あの、この動画はね、あの、この言葉だけの説明で終わるんですけれども、あの、次の動画もすぐ出すんですけど、あのそ この動画でですね、ルカでの戦い方について話していこうと思いますので、試合の映像を流しながらね、なので、まあ、それもね、見ていただけたらなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。